まさかあなたが公妃になるなんてね。あら、そんなに意外でした？意外よ。皇帝陛下に嫁ぐためとはいえ、あなたが騎士の道を捨てるなんて、私と対等に剣を交えられるのはあなたぐらいだったのに。もったいない。買いかぶりすぎです。それに、公妃というのも面白いものなんですよ。面白い？ええ。貴族であっても、ましてや平民などでは到底知り得ないことを知ることができるんです。なーにそれ、裏の話？いいえ、後ろ暗い話ではありません。むしろいつかは人が到達すべき世界の話です。カーリーさんも嘘は嫌いでしょ？嘘、そうね。私の愛するバニエラは私に嘘をついて日本の大学へ行ってしまったわ。そうです。いくら愛していても人は嘘をつく。でも嘘のない世界が来たら。嘘のない世界？そんな世界があったなら、私はあの子に溢れるほどの愛を注ぎ込んであげられる。でもそんなことをしたら。大丈夫、私はカーリーさんの全てを知っています。たとえカーリーさんの愛が大きすぎたとしても大丈夫。嘘のない世界では死んだ人間とも会える。でもそんな夢物語みたいな世界が来ることなんて。そう思うでしょ？でも世界は私たちが知っている以上に面白い。私たちの知り得なかったことがまだまだ存在するんです。不老不死に人を超えた力、そして世界のあり方の変革。どうです？面白いと思いませんか？それは確かに面白いわね。皇帝陛下、マリアンヌが殺されたと聞きました。カーリー・ディゼル、お前もわしを咎めに来たのか。どうしてマリアンヌを救わなかったのかと。いいえ、確認しに来ただけですわ。マリアンヌが死んだからといって計画を止めないことを。案ずるな。計画は続行する。それがマリアンヌと会うことにもつながる。わかりました。その言葉を聞けて安心しましたわ。そうでなければ私に殺された彼らが浮かばれませんもの。あなたたちの障害となっていた貴族連中が。そうであったな。では貴様に褒美をやろう。褒美ですか？日本の神根島で遺跡が発見された。ではついに日本へ侵攻するのですね。その遺跡を手に入れるためにということは。一部隊を貴様に預ける。好きな場所を蹂躙するがよい。イエス、ユアマジェスティ。ああ、今日はなんて素晴らしい日なのかしら。ようやくバニエラを永遠に私のものにできた。それに、なんて愛らしいのかしら。小さい頃のバニエラそっくり。あの子を見つけることはできなかったけど、この子がリーナが私の手の中にじっくり育てて愛してあげるからね。ダメ、衝動が抑えきれない。日に日にバニエラに似てくるリーナを見ていたら、私はダメよ。あの子が見つからなかった以上、私にはリーナしか。いいえ、あの計画が果たされれば死んだ人間とも会える。それならば
バニエラともリーナとも どういうことなのです？計画が実行できないとは。もともとの計画では不老不死のコードは一つでよかった。だが研究が進むにつれもう一つのコードがなければ 100% の保証はないと分かったのだ。そんな、リーナはもう私の中に。カーリー・ディゼルに命じる。エリア11へと渡る。もう一つのコードを探してくるのだ。イエス、ユア・マジェスティ。この男の何とかの接続というのが完遂されない限り、この私の愛を満たすことはできない。バニエラにもう一度愛を注ぐためにも、今は。こちらはドクハのパイロットの。待って、あなたもしかして。え、あのどうして僕のことを。やっぱりよかった、生きていて。よかった、本当に生きていて。私の愛を満たせるのはもうあなただけだもの、ねえ。ブレイズを突破した？やってくれたね。アルファ3に敵機侵入。鍵、ダモクレスの鍵が。デルタブロック通信途絶。第6フロート制御ルーム破壊されました。シュナイデル殿下。大したものだね、ルルーシュ。私に最後の策を使わせると。本当にあれを。うん、ああ、このダモクレスはルルーシュたちを捕らえた檻となった。私たちが脱出した後、このダモクレスそのものをフレイヤで消去しよう。立派な棺だ。喜んでくれるだろうか、ルルーシュは。ダモクレスが衛星軌道に上がってしまったら、ランスロットでも手が出せない。勝つためにはシュナイゼルを抑えないと。内部構造は分析中だ。パスワードのブロックは。何？ジノか？ルルーシュ、お前のブリタニアは私が認めない。ここで消えてもらおう。な、何このパワーは。お前を認めるわけにはいかないんだ。これだ。ジノ、スザク、ルルーシュ、先に行け。君には倒さなければならない敵と救わなければならない人がいるはずだ。分かった。逃がすか。蜃気楼はここまでか。許しさせない。スザク、ケイ、ジノ、どうしても戦う気か。ああ、自分の中にある守るべきもののために。守るものなら僕にもある。守る？何を。シュナイゼルは完成指令のフロアか、それとも。セブンスシークエンス、フレイヤ起爆位置をダモクレス本体に変更。ダモクレスもフレイヤも所詮は機械、また作ればいいよ。しかしトロモ機関にはそこまでの余力はありません。ローゼンバーグも。今や世界中がルルーシュの敵だ。そのルルーシュを消し去ったシステムとなれば、様々な組織が喜んでフレイヤを作ってくれるだろう。それは
テロリズムにつながりませんか？一応ナナリー様の意見も必要ないのでは？エサの考えなど。まさか見捨てるのですか？世界の平和と一つの命、悲しいことだが比べるまでもないよ。鍵はどこに？私がお兄様を止めなくちゃ。ここが共闘庫である。ルルーシュ様の作戦成功まで。今のルルーシュは嫌い。ナイトオブシックス、相手にとって不足なし。数が多い。こいつらを指揮しているのは。C2! 力の差がありすぎるんだな。こちらは数で攻めさせてもらう。そこまでするなんてね。国でもなければ復讐でもない。ガシのかけらも持っていない。理由がないやつは引っ込んでな。理由ならできた。約束が。それってルルーシュを好きってこと？さあな。ただ経験という積み重ねはもうおしまいにしようと思ったんだ。人間らしいことを言うのね。さすがは。カレン、お前の勝ちだ。どうでもいいよ、そんなこと。じゃあね。勝つとか負けるとか、そんな心がまだ私に残っていたとはな。鍵はどこ？どこにあるの？私がお兄様を止めなきゃいけないのに。私が。よほど私からのプレゼントを気に入ってくれたのね。プレゼントだと？貴様はそうやって人の命をもてあそぶ。あら、私は人の命をもてあそんだことなんかないわ。あなたの気を引くためにあの小娘を殺した。そうでもしないとあなたはこうやって私のことだけを見てくれないでしょ。たったそれだけのためにクラリスさんを殺したのか？あなたが私だけを見てくれる、それだけで十分な価値はあったわ。あのつまらない小娘程度の命でもね。貴様！あの巨大な左腕、ルミナスフィールドを展開できるのか？でもいい機会だから教えてあげる。人の命をもてあそぶっていうのはこうするのよ。なんだ。見たこともないプログラムが走っている。あなたがルルーシュ側につくと宣言したとき驚いたわ。なんせ私が考えていたことと同じことを言ったのだから。何？まさかエナジーフィラーに仕掛けを？あなたはブラフのつもりで言っていたのかもしれないけどね、実はちゃんと準備していたの。エナジーフィラーのコネクタから OS にウイルスを感染させる仕掛けをね。
手に。どうしたって言うんだよ。ウイルスに感染させた機体をカーリーがコントロールしているのか。クソ。セルブ・フランベ、このステージを最高のものにするために用意したのよ。その DMX-V01 には対策を施していたのがあだになってしまったけれどでもこれで分かったでしょ。人の命をもてあそぶっていうのはこういうことを言うの。なんてものを。ほら、もっともっとよ。私たちのステージを彩る観客は多い方がいい。さあ一緒に踊り狂いなさい。まもなく発進します。ハルトグレン教徒の開口ポイントは変更ありません。ん？通信？誰から？いたよ、シュナイゼル。そっか、チェックメイトをかけられたのは私か。なるほどね。教えてほしい。なぜ私の策がわかったんだい？策ではない。俺が読んだのはあなたの本質だ。本質？あなたには勝つ気がない。資金上での対局、黒の騎士団のクーデター、あなたは常に負けないところでゲームをしている。だから私がダモクレスを放棄すると。シュナイゼル、あなたには今度こそ負けてもらう。つまり私を殺す。レイホンは第三通路から環境を抑えよ。各国代表のご無事で。あの方たちが助けてくれたのです。真空様、私たちはあなた方の味方です。ルルーシュを裏切ると。私たちは脅されていたのです。しかしルルーシュがいなくなった以上は。少なくとも独裁者を是としないという意味では信じてよいかと。わかりました。すまない、見ず知らずの君にお願いしてしまって。気にしないでください。私に手伝えることがあるなら何でもやりたいんです。君は若そうなのに、そんな風に思えるなんて立派だな。そんなことありません。ただじっとしていられないだけです。あ、そこの角を曲がったところにある病室ですよ。足元を気をつけてくださいね。はい、血栓はダモクレス内部に絞られたようです。奥義さん、事務総長も。構わん、無事だということならだな。はい、殿下もご無事で何よりです。結局兄上は私を殺さなかった。兄上には執着すべき欲がない。世が世なら卓越する王であったものを、そこを読み切れなかった私は愚かなのだろうな。そんなことはありません。姫様、まだ私をそのように呼んでくれるのか。ギルフォードよ。質問したい。あなたはダモクレスで世界を握りたかったのか。違うよ、私はただ皆が望むことを、平和を作りたいだけだ。人の本質を無視してでも。見解の相違だね。あなたは今日という日で世界を固定しようと考えた。だが変化なき日常を生きているとは言わない。それはただの経験だ。しかしその連なりを知識というが。やはりあなたは優秀だよ。優秀すぎるがゆえに見えていない。そう、皇帝シャルルは昨日を求めた。あなたは今日だが、俺は明日が欲しい。明日は今日より悪くなるかもしれない。
いや、良くなる。たとえどれだけ時間がかかろうと、人は幸せを求め続けるから。それが欲望につながるというのに。愚かしさも極まったね。それは感情に過ぎないよ。希望や夢という名の当てのない虚構。それが皇族という記号で世界を見下してきたあなたの限界だ。俺は何度も見てきた。不幸に抗う人、未来を求める人、みんなが幸せを願い抗い続けた。ギアスも仮面もその根源は矛盾だよ。他人の意思を否定し続けた君がここに来て人の意思を、存在を肯定しようというのは、もういい。私を殺したまえ。ただし君もフレイヤで消える。私たちの命で世界に平和を。だからこそあなたに俺はゼロに使えよという言葉をプレゼントしよう。君は最初から私を殺すのではなく、しまった。なぜ気づかなかった。シュナイゼルの思考を読んだ録画だと。何なりとお命じください、ゼロ様。シュナイゼル、自分が殺されるという思い込みがあなたを敗北へと誘ったのだ。動くな。ゼロ、あなたの物語はすでに完結している。あなたは生きていてはいけない。俺の存在を否定する権利はお前にはない。シュナイゼル殿下、ご自身の命にすら執着がなかった方が、これがギアスの力。せめて最後はギアスで。私にも。ディートハル、お前にはギアスを使う価値もない。ではシュナイゼル、まずはダモクレスの呪縛を解除してもらおうか。わかりました。しかしフレイヤの制御スイッチはナナリーが。多い。こうなったらブラストアームズで。機体の制御が効かない。ボルテクスブラストは威力が高すぎてパイロットごと消し飛ばしてしまう。ならこれでターゲットマルショック、ハーケンベイ全開放。いけ。まさか脱出装置が働くように落としているのかしら。優しい子だこと。感心はするけど、それでは私に勝てないわよ。遊びで戦っているようなお前を許してはおけない。たとえ数が多くても限度がある。落とし続けていれば。だからそれだと勝てないって言ってるの。助けて。糸目を一撃で。あの左腕は危険だ。このままでは。あら残念、もう少しだったのに。あの左腕を何とかしないと近づくこともできない。たとえどれだけ機体を強化しようと、君では僕に勝てない。言ってくれるね。これが結果だ、ジノ。いや、こっちの役目は済んだ。ブレイズ・ルミナスのシステムを。
さあ、カレン！スザク、決着をつける時が来たようね。私たちのすれ違いに。お兄様ですね。そうだよ。お兄様の目的はこのダモクレスの鍵ですか？ああ、それは危険なものだ。お前にはだからです。もう目を背けてはいられないから。なっ、あいつのギアスを破った、自分の意志でか。お兄様、私にもギアスを使いますか？8年ぶりにお兄様の顔を見ました。それが人殺しの顔なのですね。おそらく私も同じ顔をしているのでしょうね。では、やはり今までのフレイヤはお前が。はい、止めるつもりでした。お兄様を、たとえお兄様が死ぬことになったとしてもですから。お兄様にフレイヤを、このダモクレスの鍵をお渡しすることはできません。お兄様がギアスを使われたとしても。ナナリにギアスを使う。そうだ、俺は何度も望んだはずだろう。せめてナナリの目だけでも見えるようにしてやりたいと。しかし、王の力、絶対遵守のギアスも肝心のナナリにだけはかけられなかった。では、今なら。いや、ダメだ。ナナリの意志までねじ曲げたら俺は。やはりもう動けないのか。カレン、どうしても邪魔をする気か。スザク、私はあなたを誤解していた。やり方は違うけれど、あなたはあなたなりに日本のことを考えていると思っていた。でも自分は、俺とルルーシュにはやらねばならないことがある。そんなに力が欲しいの？だったら。だったら、あなたはここにいちゃいけない。あなたを倒し、ルルーシュを止める。それはさせない。リバルは逃げなくてよかったの？どこへ逃げればいいんですか？そりゃそうだ。俺はね、みんなと毎日楽しくやっていければそれだけでよかったんですけど。うん、わかるよ。空、暗いままだね。なんか雪みたいなのが降ってる。外に行ってみようぜ。やだよ、なんか怖いよ。大丈夫だって。こら、外は危ないから出てはいけないぞ。ソファイアさん、この怖いこともきっとすぐに終わる。だからもうしばらく我慢してくれないか？うん。君たちの協力に感謝する。カラシ卿、お客様がお見えなのですが。客？こんな時に。あなたは確か DGE コーポの。はい、マーサ・メイと言います。クラリス・ガーフィールドの下で働いておりました。どうしたんです？外は戦闘状態ですよ。それでもあなたに届けなければいけないものがあるんです。これを。この手紙は？社長の息子さんからです。大きな戦闘が始まったらカラス卿にこの手紙を渡してほしいと頼まれていたんです。今がその時だと思いまして。失礼、開けさせてもらいます。これは。
主なき力など。何かに頼る弱い男。あなたってすごいのね。あれだけの数のナイトメアをさばいてみせるなんて。あなたのことをもっともっと知りたくなっちゃう。その装甲も服も皮も肉も全部切り開いて奥まで見てみたいわ。奥の奥まで。狂ってお前はそうやって自分の欲望を満たすためだけに。自分の欲望に忠実で何が悪いの？みんなそうやって生きているわ。ボルテクスブラストの連射はできない。エナジーの残量も残り少ない。やはりあの左腕を何とかするしかない。あなただってそうでしょ。私への復讐を果たすという欲望のために多くの人間を犠牲にする。あなたはその復讐のために何人を騙し何人を殺してきた？何人を犠牲にしてきたのかしら。そうだ、僕は自分の復讐のために多くの人を犠牲にした。だがそれでも僕は やめてください。その傷では。始めた責任は取らねばならぬ。人々を率いる資格とは。お兄様にこの世界を手にする資格はありません。ゼロを名乗って人の心を踏みにじってきたお兄様に。ではあのまま隠れ続ける生活を送ればよかったのか。暗殺に怯え続ける未来が望みだったのか。お前の未来のためにも。いつ私がそんなことを頼みましたか。私はお兄様と二人で暮らせればそれだけでよかったのに。しかし現実は様々なものによって支配されている。抗うことは必要だ。そのためにレジスタンスとして戦ってきたのよ。組織を使う手だってあったはずだ。その組織にシステムに入れない人はどうするの。それは違うってどうやって言えばいいのよ。このたたいてくれたら偉そうに言うな。組織に入るしかない人はどうなる。正義とは。侵略者のやり方に従えばその行為を認めたことになる。でもここで出撃されたら死んでしまいます。お前はそれでも。あ、すまない。え、私はこういう生き方しか。東堂さん、どうして争いなんて。守るべきものがあるのなら。戦のあり方に矜持と美学が失われているのやもしれんな。それでも居場所は必要だったから。守りたい何かがあったから。ただそれだけで戦ってきたのに。なあナオト、俺たちこれでよかったのかな。戦争は発明の母って言うよね。認めないよ。プリン伯爵はその先にある人間を見ていないからさ。ニーナとか言ったっけ。あんたはどうなんだい。私はただやれることを繰り返したくなかっただけなんです。でも
人は弱いからさ。そうだよ、夢くらい見てえじゃねえか。なのに俺にはその資格もねえってのか。まだやれるのに、やれるのによ。なんでみんな俺をバカにすんだよ。先輩、私は見てきた、見続けてきた。抗うことが人の歴史だと。しかし、人は、世界は、こんなにも思い通りにならない。思い通りにしようっていうの、それは、それは卑劣なのです。人の心をねじ曲げ、尊厳を踏みにじるギアスは。ではダモクレスはどうだ。強制的に人を従わせる卑劣なシステムではないのか。ダモクレスは憎しみの象徴になります。憎しみはここに集めるんです、みんなで明日を迎えるためにも。そうか、ナナリ、お前もなら。ルルーシュビ・ブリタニアが命じる、ダモクレスの鍵を渡せ。いや、お兄様に渡してはいけない。これ以上罪を。どうぞお兄様。こしゃくな。記録終了。まだまだ。爆散。記憶せよ、ジェレミア・ゴッドバルト。お前に敗北をもたらした記念すべき男の名前だ。記念関係ない。どうせ私には記憶が。記憶？まさか。動け、トリスタン。せめて飛ぶことだけでも。これで副シャドウも弾切れ。シールドエナジーも尽きたか。決めきれない。ギアスの呪いを使っているのに、彼なんて強さだ。スペックはこっちが上のはずなのに、スザク、これだけの力があって。終わりにしよう、彼。あなたに正義さえあれば。そんな、届かなかったの。いや、届いているよ、カレン。そうか、勝ったのか、カレン。ナナリ、お前はもう立派に自分の考えで生きている。だからこそ俺も俺の道を進むことができる。ありがとう、愛しているナナリ。使ったのですね、ギアスを。待ちなさい。待ちなさい、待って。
お兄様は悪魔です。卑劣で卑怯で、なんてなんてひどい。シュナイゼルを下し、ダモクレスの鍵は手に入れた。スザクも自分の役目を果たしただろう。そうであるならば、残るは。よくもそんな状態で持ちこたえる。最高ね、あなた。さすがは私の愛するバニエラの子。私と同じ血筋だけあるわ。そうだ、僕にはお前と同じ血が流れている。異常者の血がな。なーに、あなたは自分が異常者だと思っているの？それは間違いよ。さっきも言ったでしょ、みんな自分の欲望に忠実なだけだって。いや、それでは人と人とのつながりは生まれない。人と人とが手を取り合えないんだ。お前が言っているのはただの欺瞞だ。自分の異常性を肯定するための欺瞞に過ぎない。欺瞞ですって。そうだ、お前の言う愛も欺瞞。お前の愛は偽物、ただの欲求を満たすだけのものでしかない。私の愛を否定するっていうの？愛だけじゃない、お前の全てを否定する。僕はお前という存在を否定するぞ。カルデゼルルミナスフィールド展開、プリマキシマム。私の愛を否定するなんて、いくらあなたでも許さないわ。自分の欲望のためだけに父さんを殺し、母さんを怪我した。そしてリーナまで手にかけて。どうして？それを。僕は知っている、本当の愛を知っている。父さんや母さんの優しさを、リーナが残してくれた思いを、そしてクラリスさんがくれた本当の愛を知っているんだ。リボルバーチェンジブラストアームズ。バカの！V マキシマムの発動中に変形なんかしたら自壊して。構うものか、ボルテックスブラスト。使い方でも、こっちだって。フロートを踊りにした。でも、丸腰じゃ。僕は必ず復讐を果たす。私の理解者のはず。あなたなら私の愛を。言ったはずだ、僕はお前の存在を否定すると。今度こそここで僕の復讐を果たさせてもらう。
裏切りの騎士クルルギスザクが敗れたそうです。命乞いをしてはいただけませんの、あの方のために。カグヤ、お前は最近までルルーシュの素顔を知らなかった。それが何か。なのに本質の一部を理解していた。お前は優しいな。え？全世界に告げる。私は神聖ブリタニア帝国皇帝ルルーシュビ・ブリタニアである。バカな、ルルーシュがフレイヤを使ったということは。そんな、嘘だろ。シュナイゼルは我が軍門に下った。これによってダモクレスマン・フレイヤも全て私のものとなった。黒の騎士団も私に抵抗する力は残っていない。それでも抗うというのなら、フレイヤの力を知ることになるだけだ。我が波動を阻む者はもはや存在しない。そう、今日この日この瞬間をもって世界は我が手に落ちた。ルルーシュ・ブリタニアが命じる。世界は我に従え。オールハイル・ルルーシュ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 。さよなら、ルルーシュ。神聖ブリタニア帝国第99代唯一皇帝陛下にして、黒の騎士団 CEO 超合衆国第2代最高評議会議長であらせられるルルーシュビ・ブリタニア様のお姿が見えました。そしてご覧ください。愚かにもルルーシュ様に反逆した者たちが処刑場へと運ばれていきます。先の大戦で帝都ペンドラゴンや多くの将兵、そしてナイト・オブ・ゼロ、クルルギスザク教という尊い犠牲を払いつつも、 EU が超合衆国憲章を批准した今、我らがルルーシュ様はついに世界統一という偉業を成し遂げられたのです。ルルーシュ様に栄光あれ。オールハイル・ブリタニア。オールハイル・ルルーシュ。何が栄光だ、ただの独裁だろ。逆らう者は全て殺して。し、誰かに聞かれたら一族皆殺しにされるわ。こんなものを正義として報道しなきゃならんと。ルルーシュ、これがお前がやりたかったことなのかよ。世界をみんなを支配して。バカだね、あんたたちは。あそこでルルーシュに逆らってさえいなきゃさ。明日を迎えるためです。え？成功と失敗を繰り返してでも前に進む、科学と同じじゃないでしょうか。人も。それが進化。進歩でしょ、プリン伯爵。その呼び方。ん？まだ恨んでんの？さあ、どっちでしょう。ロイド先生とラクシャタさんって、ん？昔何かあったんですか？些細なことよ。後から考えてみたらなんてことはない。出発点ってだけ。多分クラリスさんとも。奥義。今出ていけば思うツボだ。しかし。ん？何があったんだ？どうしてだよ。ゼロ。ゼロ。ゼロって。嘘。あれが悪逆皇帝ルルーシュ。バカ、
そんな言葉聞かれたら皆殺しにされるぞ。ナナリー皇女殿下もあんなお姿に。どうした？今なった。おい、あれ何の騒ぎだ。なんだ。ゼロ。ゼロ。ゼロって。嘘、ルルーシュはあそこに。まさかルルーシュたちがやろうとしたことって。撃つな。私が相手をする。行け、仮面の騎士よ。死ね者が。スザク、約束通りお前が俺を殺せる。やるのか。どうしても。予定通り、世界の憎しみは今この俺に集まっている。あとは俺が消えることでこの憎しみの連鎖を断ち切るだけだ。黒の騎士団にはゼロという伝説が残っている。シュナイゼルもゼロに使える。これで世界は軍事力ではなく話し合いという一つのテーブルにつくことができる。明日を迎えることができる。それが、ああ、ゼロレクイエム。Cの世界で僕らは知った。人々が明日を望んでいることを。なあ、スザク。願いとは、ギアスに似ていないか。え？自分の力だけでは叶わないことを、誰かに求める。願い、か。そう。俺は人々の、願いという名のギアスにかかる。世界の明日のために。お前は人々にギアスをかけた代償として。撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだ。スザク、お前は英雄になるんだ。世界の敵、皇帝ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアから世界を救った救世主、ゼロに。ルルーシュ。これはお前にとっても罰だ。お前は正義の味方として仮面をかぶり続ける。クルルギスザクとして生きることはもうない。人並みの幸せも全て世界に捧げてもらう。永遠に。そのギアス、確かに受け取った。
兄様、愛しています。ああ、俺は世界を壊し、世界を作る。お兄様、目を、目を開けてください。お兄様、お兄様。魔王ルルーシュは死んだぞ。人質を解放しろ。いかん、引け。この場は引くんだ。まさかあれは。ゼロです。え、あれはゼロです。ずるいです。私はお兄様だけでよかったのに。お兄様のいない明日なんて、そんな。手紙に記されていたジョアンナ・クシュナーの潜伏先はここか。クラウディオ。はい。ジョアンナ・クシュナー、殺人の幇助並びに。カラスキョ、彼女はすでに。ああ、一足遅かった。ルルーシュ、僕たちはここで契約した。ブリタニアを壊すと。君はその契約を果たしてくれたんだな。ありがとう、ルルーシュ。
行けなかったのか。あちらには。どこまで行っても、見えない壁のようなものがある。さしずめ、魂の牢獄といったところか。いや、これも選んだ行動の結果、俺に課せられた罰。スザク、俺は、お前に悪逆皇帝ルルーシを撃った英雄、ゼロであり続けることを課した。クルルギスザクという姓を奪い、仮面を被り続けることを託した。それに比べれば、この程度の永遠など、取るに足りない。スザク、ナナリ。世界の歩みは進み始めたんだな、みんな。明日に向かってそれぞれの道を歩み始めた。これでようやく。ルルーシュ。今のは？ルルーシュ。確かに聞こえた。あるというのか。ここにいる意味が。忘れてはいないさ。その時までは。